かったらちょっと上行ってみるか。いい感じの濁りだけどな、今日は。視界50センチ。流して、木の下あたりまで流して。薄いかな？雰囲気あるけどな。よし、よし、よし、よし。あれ、あれ、ルアー動いてない。あー、ライン。かかったか。一発で決まんなきゃダメよな。よし、動いた。お、お、びっくりした。ボトムか。なんか跳ねてんだよね、あそこで。うまいかな。もう一回投げようか、ここ。真正面。ほら、跳ねてる。うまいだと思うけどな。伊藤ではないわ。うぐいつったってしゃあないしね。お、あぶれあぶれ。無念だわ、ここ。もうロストしたくないぞ。ルア、攻めの釣りはしたいけども、ロストは勘弁。赤字だわ、赤字。レイ、ヘイ、ヘイ。あれ、ヒットコ入ってるな、川の中に。川の中に入って釣りしてるわ。おい、めっちゃ跳ねてんだよな、あっちで。なんか木流れてきた。なんだあれ。伊藤ってさ、一回釣られても何回も釣られるって動画で見たか。お、なんか来た。命かかってっからさ、実際現場にいるわけだし。ちょっとルアー変えてみるか、チャートに。色青合ってないかな、今日。まあ合ってるとか合ってないとかないんだけどね、気のせいなんだわ。そんなのは。やつ、おい、来るな、こっちに。分かってんだぞ、いるのは。あ、こうだな、俺。来るなよ。こっち来ても食い物ねえしな。
ルアーケースないんだわでっかいルアー入れるやつ、まあ買ったけども700円だか800円だかで、危ないやつ。これはね、今日の足跡だわ。夜中に来たんだな、誰か。夕焼けねえのか、晩来て、こっそり来て。この時間、人が少ないってことは、この時間ダメかね。あ、もう7時過ぎた。うるせえから釣れねえのかな。それもあるな。なんか誰かのブログ見たら、騒いでたら絶対に釣れないとか言うしな。言ってたしな。よし。ルアーチェンジしたから、一発、撃ってみるか。色変えただけで、効果が変わるとは思わねえんだけど。お、ピクッと来た今。なんか当たったのか。ん？あ、すごい目立つこれ。こっちの方が。あれ、結構水澄んできたな、これ。濁りなくなってきたわ。竿を振る喜び。それはあるんだけど。やっぱり釣れた方が楽しいよね。ドカーンって来ねえかな。くそ。おお、入った。いいとこには入るんだけどさ。お、なんかいる。なんかいる、なんかいる。ちょっとあれな。成功法すぎたか。よし、ルアーチェンジ。なんか知らないけど、ダイワのやつ。21g。おお、がっつり飛んだ。あ、やべ、引っかかったで。あ、取れた。なんか来た。あ、バレちゃう。なんだ今の、ちっちゃい20センチぐらいの。うぐいかな。びっくりした。このルアー塗装弱いな。ドサンコルアー。ドサンコ。よし、ドサンコいるかい。誰か言ってたんだよな。なんだかんだ言ってクルセイダーだって。これ100均のルアーじゃないかな。ケイスケのやつなんだけど。
いやー今日も取れたかねえわこれ。しょうがねえわな、そんな甘いもんでないわ。おい、いるの分かってんだぞ、来るなよ。お、いった。うお、入った。めっちゃいいとこ入ったぞ。まあ、遊んでるもんね、もうね。よいしょ。やっぱり、朝もやのかかってる時間帯に来ないと、魚も釣れねえか。ああ、水引いてきた。ああ、潮引きだ。よいしょ。これはもうダメだわ。この間もこんな感じだったけどな。ゆうやと来た時な。あの時は大潮、干潮だもんな。水温は7度、7度ぐらいでいいと思うんだけどな。なんだっけ、あの宗谷のお医者さん岡田さん、年間100匹釣る人、あの人は15度ぐらいがいいって言ったな。本並浩一さんは初夏と11月初旬がいいっつうよね。またこれ動画にすんの？坊主の。視聴者離れるわ。もう来た。今絶対魚。カンカンって来たの。まあ、大きくはないけど。そういうの逃しちゃダメよな。ショートバイトそんな感じだったけど、よし入った。お、なんか当たった。よし、これも今日もギブかな。今日もギブかね、これ。連敗かな、連敗。連敗がね。よし。連敗がね。今日、ケイスケの車で来たんだけどな。今日もあいつは釣らしてくれねえか。遅いよって言ってそうだけどな、来るのは、行くのが遅いよってな。今日も湾中に人いたな。なんだあれ、ウミヤメかな。すげえ人いたけど。東、お、おい、ガサッとるね、もう。いるのは分かってんだぞ。まあ、おっかねえとこだわ。ほら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 。なんか聞こえる。わ、なんだ。こっちでもなんかあったぞ今。組
クマって泳ぐからね。よくさ、伊藤釣りのテレビなんか見てると足元で来たみたいなやってるからさ。連敗だなこりゃ。はい、終了。今日もダメでした。皆さんご視聴ありがとうございました。今日もダメでした。鯉のぼりどころじゃありませんでした。それでは帰ります。ごきげんよう。さようなら。はい、帰りに違う河川に寄りました。ホームグラウンドです。釣れるかな。いつきの雨ます。釣れるかな。ちょっとタックル合ってないけど、まあいいでしょう。ドラグ緩めて、ランディングネットも持ってません。ちょっとあれじゃ大きすぎるんで、荷物になるので、もしも釣れたらぶっこ抜きます。よし、静かにアプローチ。浅いはやっぱり潮引いてっから。よし、わあ、あっせえな。ここも釣れる感じしないわ。全然。いや、投げづらいわやっぱり。竿が重いっつうか長いっつうか。木は攻めれないもん。水がねほぼ透明。これダメだわ。これダメだわ。これいやちょっと渓流で6フィートオーバーはちょっとやりづらいわ。川の水冷た。これはちょっとね、これはきっと釣れる感じがしない。はい、皆さんお疲れ様でした。第2弾、帰りに違う河川に寄りましたが、これはもう釣れる感じは1ミリもありません。なので家に帰って飯を食って動画編集します。それお疲れ様でした。